ロケ地でございます。さあ今日はどこに来てるかと言いますと、こちらダダン、小田道の駅でございます。さあ今日はですね、僕一人ではございません、アスカもいますけれども、スペシャルゲストをお呼びしております。この方です、どうぞ。AI 久しぶりに、はい、伊波大使も来ました。伊波大使さんがいらっしゃいました。道で巨大が7月31日にターミナルリニューアルしてるんですよ、はい、あれそこでリニューアルする前に実は取材に来てるんですよ、はい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 、なる前に、うんうん、完成してからは初めてです。おだから今まではこの海側に駐車場がなかったさ、ね、そうですね。道の駅巨大ってどうしても混雑してるイメージなわけよ、うんうんうん、駐車場が混み合う、はいはい、これを解消しようということでこのターミナルができて、海側に止められるんだよ駐車場。マジ最高っすね。あ、しかもめっちゃ入りやすかったですもんね。入りやすい入りやすい。だから俺たちとか那覇から方面から来た人たちも、はいはい、とっても便利になってる。今日はちょっとですね、道の駅探索を、はい、していきたいなと思います。はい、階段渡って行くのって、はい、みんな面倒くさがるから、苦にならないよね。逆に楽しい。すごい、道の駅のクオリティじゃないんです。だからここで、あれじゃなかった、年末ジャンボ7億出てるんで、なんか前後賞も出て、俺だから10億って聞いた。やば、出てるわけよ。このチケット売り場ができて、宝くじ売り場が十何年経つけど、今までのトータル7億くらいだったから、トータルってるのが、うん、ここで出てる、だから全国からでも買いに来る人がいるっていうぐらい。宝くじのレース、今回一等当たったら沖縄ヒーローズもう一回取り直すそうっすね、ファイブまで行きます。あ、ファイブ7億円でファイブまで取ります。宣言していいよ、うん、山田孝之出す俺は山田孝之を何かの役で出す連番20枚と黒糖ぜんざい、もずくうどん、サーターアンダギー、かまぼこ工房。さあということで道の駅来ました。飯田子たこ焼きでございます。おはようさん、はい、はい、いらっしゃいませ今日も元気ですねこれやばいでしょ。やばい、丸ごと1匹入ってるからね、はい、丸ごと。おー、早っ。もずくソースをトッピング、上からかけて召し上がりください。うるま市産のもずくでしょ。そうです、商品券にもなってます。万内ソース、はい、万内ソースですね。じゃあ食べに行きますか。いただきます。ありがとうございます。実はダイエット期間が終わって初めての炭水化物。それでいきなりこれ超うまそう。やばい。こちらがこれが、太陽のイイダコたこ焼き。イイダコたこ焼き、タコが丸ごと1匹入ってるからね。すごいっすね。多分ね、このたこ焼きは8月限定です。あ、そうなんですか。限定での出店なわけ。はい、8月いっぱい。でも、もしかしたらこれ人気が爆発したらスーッとここで店舗構える可能性もあるから気をつけましょう。これもおすすめ。これタコスさ、タコス、これ生地がなんと辺野古の80過ぎの生地職人がいると。天才生地職人が辺野古で作ったこの生地職人の生地をわざわざここの駅長さんが辺野古まで取りに行ってここでタコスと仕上げてる。へえ、生地が全然違う。天才生地職人がいるんだ。天才生地職人、天才生地職人、すごいな。それは食べるといいか。めっちゃうまいらしいね。楽しみだ。そう、やばトロトロしてるんですね。これがね、絡みつくんよね。そう、もずく入ってるもんね。はい、ではいただきます。これをね、なるべくもう一口でいった方がいいわけよ。おうん、うまっ、うまっ。食感が、食感がやばい。うん、いただきます。最高今日天気もいいし、ね、
いや、天気もめちゃくちゃいいっすよ。まだ涼しいんだけど、ね、ほんとっすね。ベストではね、死にうまい。死にうまい。信じられんやつさ。タコがめっちゃみずみずしいですね。タコ作っていいですか、ちょっと。あ、全然。どうすも気になる。これはサルサソース。では、タコス。うわぁ、うまっ。うまそう。そしてなんか太い。いきます。マジで生地がやばいわ、今日。ほら、ほら、やばい、見てくれ。止まらない。ノンアルでも絶対に。あ、すごい、やばいやばいやばい。タコスの CM。もうなくなるし。いや。止まらん止まらん。はい。生地職人の味を感じてるよ今。本当に幸せ。もう涙が出るぐらい。道の駅今日紹介したのがまだ2つの商品さん。そうですね。中にもあのこの時期マンゴーとかいろんなフルーツも売ってるし、はい、チョコまんじゅうとかで、こっちのステーキも有名なんで、ステーキかき氷も有名なんですよ。ここが日本一と言われるのは、まあ、景色もいいし食事も出るし、はい、食べ物もどれ頼むか注文するか迷ってしまうぐらいのいろんなメニューがあるから、はい、ここ最高で、修羅海1時間でここ2、3時間いたのもいるはずよ。マジっすか。ここ最高なんだって。いやまあ確かにそれぐらいいるわ。まあ今お腹いっぱいになったじゃないですか、うん、僕が巨大の道の駅に来たら必ず買って帰る。デザートなんですよ。マジでしょ、マジでしょ。何これ。これ、もう買ったら次からやめれなくなる。まず、分からん、これわあ。これ真ん中にカスタードが詰まってるんですよ。わで、シフォンケーキみたいな感じなんですけど、うん、ちぎるじゃないですか、うん、あー、ちぎったら中のこのカスタード、うん、ほんとだ。あ、ベージュうまそう。あ、切るかな。マジ？うん。お、あの死にうまい。死にうまいじゃん。別格だな。これマジうまいっすよね。もうほんないしよ。マジマジだ。一回ここ。イエス。もうなるべくたっぷりだよ、中のクリームは。おお、もうたっぷりつけたよね。うまい。軽いっすね。これ、いや、今3人で食ってるけど、うん、確かに1人で食うな。食う、そう、1人で食う。過去に払ってるね、小永さんが買ってきたスクラッチを忘年会で配って、それを俺の嫁イハ早く削ったら10万当たってるっていう、うん、あれあったからね。今まで10万あったね。あったあった。でその後、じゃこの10万円でまた1週間後みんなで飲みに行こうって言って飲みに行って財布落としてえぇ、7万。うわぁ、終わってる。あー、死に最悪。おにぎりが200円。おおおお、出たじゃん。お、200円当たった。おおおお、200円。あ、200円きた。お、来た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 。おにぎりリーチ。おにぎり当たった。3つ目、めっちゃ当たるやし。おおお、200円。7名。ああ、200円。まあ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 、200円じゃ出ちゃった。はい、ということで、はい、遊んでまいりました。道の駅巨大、はい、飯うまいし、うん、宝くじ当たるし、すごいですね。最高よね。景色もいい。景色が最高。まあ、これ次の動画でね、うん、7億円当たりましたっていう動画になってますから、次。ああ、もう最高。そしたら、5まで作るんでしょ。大きなヒーローズ5までもう借金も全部返して5まで全部作る。すぐ発表しよう。5まで作りますと。ということで、はい、道の駅巨大でございました。うん、皆さんもね、落ち着いたら皆さんぜひ遊びに来てください。はい、
ということでいきますよ。安全第一、第一番、おめでとう、ありがとうございました。ありがとうございました。